割られているのが確認できます。そこは1個と2個のことだけね、2個3個のことだけです。今回の被害は重さ15キロほどに育ったスイカ10玉。犯人は10キロ以上あるこの大玉スイカを持ち上げ、頭の上から放り投げました。犯人は一体、心当たりある人とかはどうですか？全くありません。趣味で野菜を育てる畑の持ち主元森さんによりますと、去年は5玉のスイカが取られたといいます。今年こそは犯人を捕まえようと友人に協力を仰ぎ、10日前に防犯カメラを設置したばかりでした。悔しい悔しい、俺の口も入らんうちやんた、身の持って行かれちゃったんだよ。自分が一個でも食べてからなら、まあ、私もね、悔しい悔しい、俺の口も入らんうちやんた、身の持って行かれちゃったんだよ。自分が一個でも食べてからなら、まあ、私もね、悔しさ募る元森さん。そして取材班は畑のそばの草むらで、どこ、ありましたね、ありました。道にスイカ落ちてますね。一体どういうことなんですかね。よう、こうあったのが発見できたね。はあ、これはびっくりですわ。はあ、今一番食べ頃です。今回も元森さんは警察に被害届を提出。また暗闇でもより鮮明に撮影できる赤外線カメラを新たに1台設置。さらに対策を強化して盗難被害に備えるということです。名古屋市北区の畑に設置した防犯カメラが映した野菜畑の映像です。そして辺りがすっかり暗くなった今月11日の午後11時過ぎ、聞こえてきたのは外国語を話す男女の声。すると人影が現れ、おもむろに丸い大きな物体を両手で頭上に持ち上げ前方に投げました。すると間違いなく外国語です。実はこの畑や周辺の畑ではここ数年、この時期になるとスイカやナス、トマトなど夏野菜が盗まれる被害が続いているため、防犯カメラを設置したといいます。そして今日、被害があった畑では